タチウオのワーム仕掛けです。タチウオは、こう魚の下から食ってくるんで、下、針は出た下向けてください。で、こういう針があるともっとかかりやすくなるので、こういうのをつけるとが多いです。でここにこう刺しておくと安定するんで、こういう感じで伸ばしていきます。で糸はここにかけてください。どうですか、まあ、これはまあ予備でついてるものなんで、まあ、タチウオは基本的にこの、夜光タイプですね、夜光るタイプの方がいいですね。